ナビちゃん、教官は今も眠り続けたままなの？はい、教官の身体的消耗とバグズが取り付いた現状から今はそれが最良の方法かと。目を覚ませば元の教官に戻るんだよね。教官の古傷とコアシャフトに張り付いたバグズの組織を剥ぎ取らない限り、またバグズに操られてしまう可能性が高いがね。ですね。教官が眠っているイコールバグズも活動を停止しているってことですから。その組織というのを取り除くことはできないのですか？教官の命と引き換えにして構わなければ、あるいは可能かもしれないわ。理屈の上ではコアシャフトとバグズの結合点へ強力なエネルギー照射で断ち切れれば OK ってことにはなるんですけど、そんなことをしたら教官の体は照射熱に1秒も耐えられないと思います。一か八かのチャンスにかけるなんていうには可能性が低すぎる。ただの無謀なギャンブルだわ。そんな、せっかく救い出せたのに。セブンさん、このまま作戦は中止ですか？前回のようにまたみんなの士気が落ちてしまえば作戦続行は危険かもしれないわね。教官を救う手立てが見つかればいいのだけれど。かといってのんびりしてたら教官が特定した増殖源がまた移動しちゃうかもしれませんしね。そんなことにはさせないよ。あなたたち、教官が命がけで見つけた手がかりだもん。私たちだけでやっつけて教官を驚かせちゃいましょう。セブンさん。ええ、作戦続行ね。次は最終目的地へのラインから東へそれたエリアを叩くわよ。え、なんで？まっすぐ進むんじゃないんだ。一つには予想される敵の強力な防御ラインを回避するため、そして何よりこちらの最終目的増殖源を目指していることを相手に察知されないようにするためよ。なるほど。セブンちゃんってばすごくいろんなこと考えてるんだね。あなたが考えなさすぎなのよ。なるほど。このスキャン映像からすると古傷に張り付いた箇所ならレーザーメスで十分分離は可能かも。とすると残る問題はコアシャフトとの癒着か。あ、ヤンシエさん、お帰りなさい。もうエリアをクリアしたんですか？さすが、仕事が早いですね。お？どうしたんです？黙り込んじゃって。あれ？そういえば、他の皆さんはどうされたんですか？一緒に帰ってきたんじゃ。はあ、みんなエリアが見えてきたわ。よーし、暴れちゃうんだから。ドライブガールズ出動。大丈夫、いけるよ。
目標エリア到着を確認。バグズ掃討作戦を開始してください。飛ばすよ。どいてどいて。とっ、あああ、まだまだこれからだよ。アイテムゲット。そりゃとっ、いや、はっ、はっ、とっとっ、アイテムゲット。アイテムゲット。アイテムゲット。Yeah。
切った見切った見切った、うわー、これ使えそう、遅いよ、いや、そりゃ、それ、お、これ使えそう、それ、まだまだこれからだよ、たぶん制圧できたよね。はい、この調子なら敵の増殖源まで一気に向かえそうだね。うん、皆さん大変です、バグズが基地に、早く戻ってきてください。何ですって、めちゃくちゃにしてくれたわね。はて、あの可愛らしいシルエットは、もし、私！ナンシエに化けるなんて残念なバグズね。なんかこちらの繊維が失われそうですね。まあランシエの偽物なら楽勝パターンだけどね。ちょっとみんな、それどういう意味なの、ひどいよ。ドライブガールズ出動、大丈夫、いけるよ。Yeah!
自分が倒されちゃう姿を見るのってなんか複雑。気分のいいものじゃないでしょ。挙句の果てにバグズの姿へ戻るんだからね。私はなるべく視線をそらすことに決めてます。あー、レガリスちゃん、それ早く言ってほしかったかも。大変です。集中治療室のドアが突然爆破されて教官の姿が消えました。なんですって。教官